えっと私は今このように漫画を描いていてで私は今この漫画を描いている時に一番大事にしているのがいかにして人の心を動かすのかっていうことなんですでその中でその中で最も一番大事なのは感動ですで私はこの感動ということにものすごいこだわりを持って生きてきましたで実は中学校1年生の時に私 あの漫画ではなくて演劇やってたんですよで中学校の時毎年各クラス対抗演劇対決っていうのがあって私は初めてクラスの中で主役に抜擢されたんですで周りを見てみたらなんと劇団もう56年やってますって子だったりあ芸能事務所入ってますって子だったりがめちゃくちゃいるんですよそんな中で私 あの発声練習のああいう絵をでさえできなかった自分が主役をやったらどうなるんでしょうかチキンなんですよ、毎日緊張してああそうなんですかみたいな感じでやってたんですけどただ、やっぱりダ、まあ、メ出しというものが10回も20回も30回も繰り返されてで、まあ、演技がうまい子からしてみれば私の演技ってなんで主役になったか分かんないんですよね。 当たり前かと思いますだからそういう子からちょっとした嫌がらせを受けて私は一時期クラスの中で一りぼっちになるってこともありましたでも私は決めていたんですキャリアはないかもしれないでも一番伝わる演技をしようってそれで私は本番の前トンチョンの後ろでガクガクする足をこわれて一歩前に出てセリフを発しました そして20分間の間演じきって最後のセリフを言い終えた時一瞬の沈黙が会場から流れたんですそしてわっと歓声が来たんですねそのエネルギーの波がこちら側に来て私はそのエネルギーの包まれましたその時私の心の中からは今までずっと感じてきた感情すべてが爆発してきたんです 人生最高の感動的な瞬間でした私はこれを胸いっぱいの感動と名付けたんですで中学校2年生の時に私学校転校したんですでいろいろあの新しい出会いワクワクして行ったんですけどあ彼氏できるかもしれないと思って行ったんですけどあの実はですね私教室のコミュニティに入っていけなくなってしまったんですね いつもも部外者のような扱いを受けて過ごしていました学校が人生のすべてでした、まあ、中学校は学生だったんでねただなのでもう終わった瞬間あの学校のクラスに入れなくなった瞬間あもう人生終わっちゃったなって思ったんです演劇部が唯一私のよりどころでしたしかし私は学校のその駒の先生からこう言われたんです 教室に来れない子が来れるわけないじゃんって来る資格なんてないんだよって言われたんです <laughs> その時私は本当に傷ついてしまいましたそこで私はもう学校に行けなくなってしまったんですずっとこのように家にこもっていました心の中ではもう無気力だったんです何をやっても手に入らなくて全然どうしていいか分かんなかった でもそんな時に私は気づいたんですね、この無気力という状態っていうのは、何かつらいこととか、あと苦しいことよりも増して、人を人としては生かしてくれないということです。ある日、私はテレビをつけました、そこではあのフィギュアスケーター、羽生結弦選手が表情を軽やかに踊っているんです。 はあ、なんでこんなに素敵なんだろう雲の家の存在だなって思ってたんですしかし彼が舞台を終えて一瞬の沈黙が会場に流れましたそしてわっとした歓声がこっちに来たんですこの感覚に私は見覚えがありましたこれは私があの中学校1年生の時に舞台に立っていた時に感じた胸いっぱいの感動だったんですそうだ 私はこの感動を知っている。本当はこんな無気力の状態から抜け出したいんだよもう一回胸いっぱいの感動を得たいだから立ち上がろうそう思ったんですそして私は漫画の演劇の代わりに漫画を描き始めました3か月かけて一本の作品を描き上げて出版社に投稿したんです結果はダメダメでしたででも自分の心の心中で やり遂げることができたという達成感がありましたそして私は高校に進学しましたで今いろいろやってきたんですけどふと考えたときにあの漫画描いた時の感動って果たしてあの胸がいっぱいになる感動だったのかなって言われたらうん実はそうじゃなかったんですねあじゃあやっぱり胸いっぱいの感動を得ようと思って私は高校2年生の4月から6月の2か月間 集中して、も、ま、う、あ、テスト捨てて書き上げたんです <laughs>。なそうなんですよ。あの自分の年齢からいって点数取りました。あのじゅ柔軟な点ってことですね。<笑><笑>でも私にとって胸いっぱいの感動を得るってことの方が大事だったんですよ。で最後の3日間寝ないで書き上げました。あの体すっごい辛かったです。でも達成感はやっぱりあるけど、あの胸いっぱいの感動ではないんですね。 じゃあこれもっと上を目指す必要があるんじゃないかなって思ってあそうだ出版社に持ち込みしようって思ったんですなので東京に行って原稿持ってって私は編集さんに原稿見てもらいましたでたくさんのアドバイスをもらって私は札幌に帰ってきたんです約2か月後のことでした1本の電話が私にかかってきたんですそれは あの出版社の編集さんからでした「君の作品ってすっごい熱意と情熱伝わってくるんだよね」ってだから僕これから担当になったから一緒に漫画作り上げていこうよこの時自分の思いが伝わった瞬間だったんです <laughs> 私は4年かけてこの胸いっぱいの感動を取り戻しましたでもこの胸いっぱいの感動っていうのを取り戻すためにすごい苦労したんですでもこれはものすごく人生を豊かにしてくれますでも豊かにするだけではなくて強さにもなるんですもし私が中学校1年生の時にあの胸いっぱいの感動を感じていなかったとしたら私はまだ あの無気力の状態のまま毎日を過ごしていましたでも私は今ここにいます <laughs> じゃあ皆さんにもぜひこの胸いっぱいの感動を感じてほしいんですじゃあどうしたらいいでしょうかポイント実は2つあります1つ目はあなたがもし何かやりたいとかあるいは何かの役割を持っているとしましょうそれをできるかできないかは一切関係なく とにかく思いっきりやってみることですそれが一番ですそして思いっきりやったということのプラスアルファになることとして2つ目相手に何ができますかということです今やっていることが相手に対してどんなプレゼントになるんだろうってことを考えてみてくださいなぜならこの胸いっぱいの感動っていうのは相手という存在がいてで 自分という存在がいてで自分の思いが相手に伝わった瞬間初めて生まれるものだからですそして胸いっぱいの感動を感じて自分の人生豊かにして相手の人生も豊かにしてそして幸せの輪を広げていってほしいなと思いますもしかしたらそれをやってる時に本当に苦しくて本当に自分なんて嫌だもう嫌だってぐらいの感情を 感じることだってあるかもしれないんですでも皆さん忘れないでください辛さというものは永遠には続かないんですあなたならやり遂げることができます私はそれを信じています絶対にみんな幸せになることができますだから皆さん立ち上がりましょう今がこの立ち上がる時なんですなぜならあなたが今起こす行動は 世界中の誰かが必ず必要としているからありがとうございました。